限りなく速く。お、素晴らしい素晴らしい。今のぐらいテンポよくパッパッと入れ替えられるようになると、それがそのまま動きのキレにつながるね。こんにちは。動作改善アカデミーの須永です。今回ですね、プレー中のキレを出すためのトレーニングをお伝えしたいと思うんですけども、こちらの大学生のサッカー選手にお手伝いいただいて、トレーニングをやっていきたいと思います。今回お伝えしたいのは股関節の使い方、特にかなり上級編になります。ちょっと一緒にね、軽く確認したんですけど、なかなか難しそうだったんですけど、今回ポイントを伝えながらですね、キレを出すために股関節をどうやって使っていくことが大事なのかっていうのを交えながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。どうすればじゃあキレ出るのかってことでね、はい、ただ早く動けばいいっていうもんじゃないっていうのは皆さん分かると思うんですけど、その中で股関節をどう使っていくかっていうのはすごい大事になってくる。踏ん張ってグッと踏んだところで逆に傾きで遅くなっちゃうんですよね。ちょっと身の思いもあると思うんですけど、はい、その中で股関節だけで素早い動きを作るには、硬い動きでは遅くなっちゃう。柔らかく股関節だけ素早くパッパッと動きの変化を作れることがすごい大事になって、そのためのトレーニングをやっていこうかなと思います。膝ついてもらって、やや内股気味ですね。ここからちょっと動きを作っていきます。体はなるべく骨盤までは正面を見据えたままです。ここから足だけ、股関節だけで動きを入れ替える動きをします。この時に内側から外側に、外側から内側に。これをパッパッと入れ替えるんです。ちょっとやってみましょうか。はい。外開いた時に、この真横ぐらいの位置、これがなるべく真正面、開きすぎちゃうと体がずれちゃうので、自分の股関節の限界を超えてますから、今の真正面ぐらいのこの位置。で、ここから内に返す。戻す。下ろす。これを前向いたまま股関節だけ動かして、この動き、膝が内に入るから、人体切れそうで危ないじゃんって結構言う方も多いんですけど、この方がね、うまく動けてると大丈夫です。太ももの力みが強く出てると、ここから出ちゃうんですね。膝をひねって動いちゃうと、人体切れます。それこそ前十字靭帯とか断裂するから、大体ここで膝で下ろそうとしちゃうんです。ガバッと。じゃなくて、この股関節をねじれる動きのついでに膝が一緒に動いてるだけなんですね。見た目はそんなに変わらないんですけど、動きの質が全然違うので、変な負担かかってないかなはしっかりチェックした方がいいです。特に太もも膝が力んでる方、ここスピードが出るんです。スッスッと。なるべく股関節だけで動きを切り替えます。はい。素晴らしいですね。今度は、こっちだけで動くってことはまずないので、反対につなぎましょう。こっち、こっちだったのを、こっち倒したら今度反対側にスイッチです。こっち側から、倒す、上げる。スッて押す。反対、スッと上げる。スッて押す、スッと上げる。これをなるべくスピード、上がブレずに上だけで股関節を回してあげる。ここまでできればだいぶいいでしょう。今の動きが横への動きの時に、スッて動くのにすごい大事です。この動き。そうです、そうです、そうです。股関節の動きがスッと作れてると、重心移動がすごい作りやすくなるんですね。そのための、ここ。入れ替える。この膝じゃなくて、ちゃんと股関節で動いてあげる。そうすると、この動きが速くなる。そうです、そうです。どっかに力みを残していると、グッ、グッっていって、どっかで止まっちゃうんですよ。あんま速く。股関節だけで動くと、パッパッと動く。そこを見合わせて、今のいいですね。この感じいいです。力は使ってないけど、素早く動けてる目を作っていきましょう。OK です。最終段階です。これちょっと難しいです。左右の入れ替え。パッパッとやったと思います。これを限りなく早く、もう連続ですね。で、やっていけるようになるともうバッチリって感じです。サッサッと、スッスッと入れ替えるんです。なるべく前を向けるように意識をした方がいいです。連続で、っていう感じのスピード感が出るといいですね。ちょっとやってみましょうか。そうです、そうです、そうです。お、素晴らしい、素晴らしい。バッチリでしたね。バッチリです。今のぐらいテンポよくパッパッと入れ替えられるようになると、それがそのまま動きのキレにつながるんでね、切り返しが早いっていうのはすごい大事です。こっち行っても要はここで踏ん張りがなければすぐにパッと入れ替えられる。そうです、そうです。今の感じです。はい、それだけこの股関節を他の邪魔なく動かしてあげるっていうのがすごい大事な動きになってくるんで、上級者編ですね、股関節の使い方。股関節が使えてるかどうかのチェックは今回すっ飛ばしてるんで、この動きうまくできないなって方は他の動画とかご覧になってみていただいて、お手伝いいただいた選手はもうバッチリそれができてるんで、できたって感じです。で、それがうまくできるようになれば、動きのキレ、股関節からしっかり作れるようになってきてくれると思います。今日はバッチリでした。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。